三大学校からユ・チャンファン団長にご挨拶をいただきます。감사합니다다음에는부산대학교유찬환단장님이인사를하시겠습니다반갑습니다부산대학교한글팀의단장유찬환입니다부산대학교오늘아름다운아미노바이탈필드에서만교의아름다운젊은들이여기모였습니다이팀의감독이신아사쿠라타카오상강원석씨그리고빅페어스와이글스모든선수들에게큰박수부탁드립니다감사합니다本日この素晴らしいアミノバイタルフィールドにて日本の大学アメリカンフットボール界において歴史と伝統のある早稲田大学ビッグベアーズと韓国の普段大学イーグルスが友情と親善の目的のもとにアメリカンフットボールの試合をすることは韓国の大学アメリカンフットボール界の歴史において非常に重要な日として記録されます。また両校の試合が競技を超えて友情の交流のきっかけになることを期待します。そして学生の皆さんが国際交流のリーダーとして活躍していく第一歩になればと願います。この場を借りて今日の試合が実現できるように力を貸していただいた両チームの全ての関係者の方々に心から感謝の言葉をお伝えします。特に短い準備期間にもかかわらずこのように完璧な準備をしていただいた早稲田大学アメリカンフットボール部 OB 会長の森島進様、部長の加藤哲夫様、 GM の北川雄一郎様に改めて感謝を述べたいと思います。今日お泊まりの皆様、両校から素晴らしい選手が集まりました。熱い試合になるよう両チームの監督である朝倉孝雄監督とチャンウォンホク監督、そしてビッグベアーズとイーグルスの全ての選手に応援よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして両校の校歌斉唱並びにエール交換を行います。両校関係者の皆様、ご起立脱帽をお願いいたします。감사합니다다세는양조의효과를들고서로응원을하겠습니다부산대학교와와세야대학교관계자여러분들은일어나시고모자를붙여주십시오먼저하지매니부산대학교효과입니다먼저부산대학교의효과입니다
果です。早稲田大学ビッグベアーズ対プサン大学イーグルス第1回日韓親善交流試合、早稲田大学のキックオフ、プサン大学のレシーブで開始ということになりました。早稲田大学ビッグベアーズ対プサン大学イーグルス第1回日韓交流親善試合、早稲田大学86番佐藤のキックオフで試合開始です。プサン大学リターナーが1枚19番20ヤードを超えたあたりまでとなっています。リターナー19番はキム・ユンファン。早稲田大学前半最初の攻撃は自陣の21ヤード地点、失礼しました、プサン大学ですね、プサン大学ブルーのジャージ、自陣の 21,
21ヤード地点から前半最初の攻撃を開始いたします。釜山大学ファーストの攻撃、ワンバック体系に構えています。ランニングバックにハンドオフ、ランニングバック3番チョン・ドンレにボールを渡していますが、さほど原因はありません。あるいは1ヤードをロスしたかというところ。次の攻撃第2ダウンと変わります。大学レシーバーが1人モーションしてフルバックの位置にフェイクしてパス、クォーターバック8番のキム・チャンス、パスを投じましたがこのパスは不成功。パスは不成功で元の地点からの第3ダウンとなります。釜山大学イーグルス、ファーストダウン獲得までは残り11ヤードというところ。シモン体系からピッチプレー、左サイドへのスイープ、一つ内側へ3番チョン・ドンレのランプレー、4ヤードほどゲインしましたがファーストダウンには届きません。6ヤード残って第4ダウンと変わります。第4ダウンはパントの構え、高く蹴り上げたパント、50ヤード超えまして敵陣入ったあたり、敵陣の45ヤード付近でプレー終了となりました。攻撃権早稲田大学ビッグベアーズに移ります。早稲田大学前半最初の攻撃は自陣の45ヤード地点からのファーストアンテン、ショットフォーメーションからテールバックにハンドオフ、右のオフガード付近につきましたがさほど原因はありません。ランニングバック39番原弘明へのハンドオフ、これは2ヤードの原因となっています。早稲田大学第2ダウン、ファーストダウンまで残り8ヤードというところ。左サイドスイングのパス、これは不成功。先発クォーターバック18番内村のパスが不成功となっています。早稲田大学ファーストダウンまで残り8ヤード、第3ダウンです。これは止まった。34番泉元彦に泉智彦にボールを持たせましたが50ヤード地点までのゲイン、5ヤード残って第4ダウンはパントの構えです。反対に86番の佐藤俊樹が登場。ここでリターン、守備側釜山大学に前半最初のタイムアウトがコールされました。ちょっと1人選手が多かったでしょうか。釜山大学前半最初のタイムアウトをコールしています。タイムアウトが明けまして試合が再開されます。早稲田大学50ヤード地点から第4ダウン、ファーストダウンまで残り5ヤードあります。
パントの構え、86番の佐藤俊樹がパント、フェアキャッチの構え、20ヤード地点でフェアキャッチ。プサン大学校8番のキム・チャンス、クォーターバックを務めていた選手がパントを抑えました。攻撃権プサン大学に移ります。釜山大学校前半2回目の攻撃地点は自身の21ヤード地点からとなっています。ワンバック体系、広い方にレシーバーが2人構えます。クォーターバックキム・チャンス、左利きのクォーターバックです。パス投じましたが、このパス不成功。早稲田大学のディフェンスライン13番川田陽一がパスカットしています。パス不成功、元の地点戻りまして、釜山大学のセカンダン点。ショットフォーメーションです。広い方、右サイドにレシーバーが2人、そして1人モーションしていく。モーションバックにフェイクして自分でいく。クォーターバック8番キム・チャンスのクォーターバックキープ、8ヤードをゲインしています。さあ釜山大学第3ダウンです。ファーストダウンまで残り2ヤード。左プロアイフォーメーション、フルバックに早いタイミングのフェイクして、タイトエンドのパスですが、このパスは不成功。パスターゲット81番キム・スンギョムでしたが、このパス不成功となっています。2ヤード残して第4ダウンとなります。釜山大学、これはパントの構え。パント高く蹴るから30ヤードの外側からリターン開始、40ヤードの手前までリターンしました。早稲田大学リターナーは11番福島健太。攻撃権早稲田大学ビッグベアーズに移ります。早稲田大学前半2回目の攻撃シリーズ、自陣の39ヤード地点からファーストダウン点です。パス通しました。ワイドレシーバー7番諸口孝則へのパスを成功させてきました。早稲田大学ビッグアーズ5ヤードあるいは6ヤードほど減しています。ここで早稲田大学のオフェンススターティングメンバーをお知らせしておきます。オフェンスラインに54番山本、57番日高、70番永瀬、56番菅原、74番大町と入ります。早稲田大学の第2ダウンは自陣45ヤード地点からファーストダウンまで残り4ヤードというところ。左スロットに構えましてレシーバーがモーションしてくる。そして左サイドでピッチプレー、抜けていきます。ファーストダウン取ります。敵陣の40ヤード付近までゲインしてきました。ランニングバック34番泉智彦、敵陣の39ヤードまで進めまして、早稲田大学ビッグベアーズファーストダウンを獲得しています。早稲田大学オフェンスのスタートメンバー続けます。ランニングバックに39番の原、そして26番の根本が入っています。タイトエンドは87番柳川、ワイドレシーバー11番福島、そして81番の吉田、クォーターバックは18番の内村。以上が早稲田大学のオフェンススターティングメンバーです。早稲田大学のファーストダウン10ショットガンフォーメーションからパスを狙う
ポスト長いパスは抜けていってパス不成功。ワイドレシーバー7番諸口へのパスだったんですがこのパスは不成功です。パスは不成功。元の地点からの第2ダウンとなります。早稲田大学ビッグベアーズです。ワンバック体系からハンドオフ抜けていきます。ランニングバック6番藤井光成のランプレー。早稲田大学再びファーストダウンの獲得です。ここで早稲田大学選手だ守備側ブルーのジャージプサン大学校イーグルスのディフェンススターティングメンバーをお知らせしておきます。ディフェンスラインに81番キムスンギョン、55番ユンソクファン、71番のリュウキョンワン、そして50番のイーサンフと入っております。 4-3 のディフェンスですね。左サイドのレシーバー集めておいてリバースプレー。11番の福島が右サイドを狙っていきますがこれは止めました。38番30番といったところが止めています。釜山大学ディフェンスのスターティングメンバー続けます。ラインバッカーに38番のキム・ジョンウ、54番チョ・ミュンギュ、そして66番のミョン・ジョンシン、ディフェンスバックに84番のチョン・ビョンヒ、12番チャン・ボンヨン、3番チョン・ドンレ、そして24番キム・テクスと入っております。ブルーのジャージ釜山大学校のスターティングメンバーでした。インターセプト、失礼しました、パスは不成功。あわやインターセプトというプレー。84番チョン・ビョンヒ、ランニングバックの横方向へのパス狙いすましたプレーだったんですがこのパスインターセプトすることはできませんでした。こちらサイドのコーナーバックのようですね。84番チョン・ビョンヒ選手。さあサーダンです。ショットガンフォーメーションに構えました早稲田大学。38番キム・ジョンがブリッツの構え。その奥右サイド長いパス、ワイドレシーバー19番井上武を狙ったパスだったんですがこのパスは不成功となっています。ボールは敵陣の29ヤード地点で第4弾。大きく選手が入れ替わりまして、ボールの位置から7ヤード測りました86番の佐藤俊樹選手。46ヤードのフィールドゴールトライとなります。切りまして距離は十分、不成功、左にそれて不成功、得点はなりませんでした。4回の攻撃終了、得点ならず。攻撃権は早稲田大学から釜山大学へ移ります。第1クォーター残り時間5分32秒というところ、得点未だ0対0です。釜山大学前半3回目の攻撃シリーズ、自陣の29ヤード地点からとなっています。ウィッシュボーン体系に構えます。ランニングバックが後ろに3人、ピッチをフェイクしてパス、84番チョン・ビョンヒを狙ったパスだったんですがこのパスは不成功。元の地点からのセカンダン点となります釜山大学校イーグルス。セッターに直してフルバックへ、失礼しました、自分で持ってます。クォーターバック8番キム・チャンスのクォーターバックキープ、このプレーでファーストダウン取ってきました。釜山大学校先ほどのプレー12ヤードの前進、自陣41ヤードまでボールを進めましてファーストダウン獲得しています。
ハンドオフをフェイクして自分で行くのか。パス投じましたが頭の上、このパスは不成功です。ここで釜山大学オフェンスのスターティングメンバーをご紹介しておきましょう。オフェンスライン71番のリュ・キョンワン、66番のミョン・ジョンシン、54番チョ・ミュンギュ、57番キャプテンのキム・ドクス、50番イ・サンフと入ります。釜山大学校イーグルスのオフェンスライン、ランニングバックに3番チョンドンレ、そして38番キム・ジョンが入っています。タイトエンドは83番のソ・ヒョンジュン、ワイドレシーバーに12番のチャン・ボンヨンと19番のキム・ユンファン、そしてクォーターバック8番のキム・チャンスです。そのキム・チャンス、ハンドオフをフェイクして自分でいけない、ちょっと前が詰まってしまいました。1ヤードほど下がっておりました。下がった地点からの第3ダウンと変わります。釜山大学校です。ファーストターンまで残り11ヤードという釜山大学校、ワンバック体系、パス閉じて、このパス通った、パスキャッチ、ワイドレシーバー84番チョン・ビョンヒ、再びファーストターンを獲得です。釜山大学イーグルスです。エンジのジャージ、早稲田駅ビッグベアーズ、ディフェンスのスターティングメンバーをお知らせします。ディフェンスライン、98番の鈴木、91番早川、55番石井、90番庭田と入ります。ラインバッカーに32番の西尾、53番三森、そして40番の石川。ディフェンスバックに33番三好、31番島田、20番田中、そして27番石川と入っております。早稲田駅のディフェンススターティングメンバー。釜山大学ファーストダウンの攻撃はランプレー、ランニングバック3番チョン・ドンレにボールを渡しました。7ヤードほど減しています。釜山大学校次の攻撃第2ダウンです。ファーストダウンまで残り3ヤード、ワンバック体系、左右にレシーバーが2人ずつ構えます。フルバックへのハンドオフをフェイクしてパス、左のスロットバック狙ったパスだったんですが、このパスは不成功。元の地点からのサードダウンとなります。釜山大学校イーグルス、ファーストダウンまで残り3ヤード、おっとちょっとタイミングが崩れたような形のプレーになりましたが、パスは不成功となっています。元の地点からの第4ダウンです。さほど大きく選手は入れ替わりませんが、30番の選手がパンターの位置に残りました。釜山大学校第4ダウン、パントの構えです。パント蹴ります、高く蹴り上げて早稲田大学フェアキャッチの構え、でもその後ろにボールが転がっている、エンドゾーンの中にボールが転がります。タッチバックとなりました。第1クォーター残り時間2分51秒というところ、攻撃権早稲田大学に移ります。早稲田大学の攻撃は自陣の20ヤード地点からとなります。早稲田大学自陣20ヤード地点からのファーストダウン、ワンバック体系、アイフォーメーションですね。レシーバーが1人右サイドにモーションしていきます。テールバックへのハンドオフ、39番の原ですが、これは
プサン大学校3番のチョンドンレがスピードダウンさせたところ、1ヤード2ヤードほどのゲインに止めています。早稲田大学第2ダウン、ファーストダウンまでは残り9ヤード、ショットガンフォーメーション、レシーバーが左右に2人ずつ、内村がスナップ受けてパス、これはインターセプトだ。釜山大学校30番のパスインターセプト。攻撃権が釜山大学校に移ります。第1クォーター残り時間2分22秒というところ、釜山大学校敵陣での攻撃開始、敵陣44ヤード地点からのファースト3点。ハンドオフをフェイクして長いパス、早稲田大学33番三好邦秀のパスカット。釜山大学ロングパス狙ってきましたが、このパスは不成功です。元の地点からの第2ダウンとなります。釜山大学校セカンダン点です。自分で行く、頭から突っ込んでいきました。クォーターバック8番キムチャンス、4ヤードほどゲインしまして、次の攻撃第3ダウンとなります。さあ釜山大学のサードダウンです。ファーストダウンまでは残り6ヤード、選手が1人入れ替わりました。ウィシボン、フェイクしてパス通した。ファーストダウン取ったかどうかというところ、タイトエンド81番キム・スンギョムへのパス通しまして、ファーストダウン獲得です。81番のキム選手、タイトエンド登録ですが、ディフェンスラインも兼任、2メートル1センチ101キロという非常に巨漢。ファーストダウン取ってきまして、釜山大学の攻撃続きます。敵陣33ヤード地点からのファーストダウン点、これもウィッシュボン体系。長いパス投げてきますが、このパスは不成功。パスターゲット84番チョンミョンヒの上を越えてきます。このパス不成功です。元の地点からのセカンダン点となります。釜山大学、釜山大学校イーグルス。ワンバック左サイド、広い方にレシーバーを3人集めてきました。早いタイミングのパス取ってから走らせるプレー、しかしこれは早稲田大学も集まり早い。27番ディフェンスバック石川英二郎のタックル、ノーゲインに止めております。釜山大学校のサーダン点、フォーメーションに構えます。左右にレシーバーが2人ずつ、真ん中自分で行く、叩く一つかわしてファーストダウン取った。
さらに行きます。20ヤードの内側、15ヤード付近まで。クォーターバック8番キム・チャンスのランプレー、ファーストダウン取っています。ここで長い笛が鳴りました。第1クォーターが終了です。第1クォーターを終了いたしまして、得点は0対0。エンジのジャージー早稲田大学ビッグベアーズ対ブルーのジャージー釜山大学イーグルス、第1回日韓親善交流試合、第1クォーターを終了いたしまして得点は0対0です。守る陣地入れ替えまして第2クォーターへと移っていきます。第2クォーターが開始されます。釜山大学校の攻撃、敵陣15ヤード地点からのファーストアンテンです。ミープロアイフォーメーションからハンドオフをフェイクしてパス通した。パスキャッチ30番の選手、ちょっと手元のロースター表に番号が残っていないんですが、パンターも兼ねております。この選手へのパス成功しています。6ヤードをゲインしまして次の攻撃第2ダウンです。ファーストダウンまで残り4ヤード。走る右サイドかわしてファーストダウン取ってきて、そのままエンドゾーンへタッチダウン。先制は釜山大学。クォーターバック8番キム・チャンスのクォーターバックキープ。釜山大学校がタッチダウンで先制をしています。釜山大学校のトライ4ポイント、キックの構えです。このキックブロックされています。トライ4ポイントは不成功。おそらく27番石川のブロックでしょうか。しかし釜山大学校イーグルス、第2クォーター開始50秒、クォーターバック8番キム・チャンスのクォーターバックキープで先制をしております。得点しました釜山大学のキックオフで試合が再開されます。転がしたキックサイドラインを割ります。ファールマーカーが出ました。フリーキックのアウトオブバウンズの反則。釜山大学校30番の選手のキックオフです。ロースター上キッカーの選手が3人いるんですが、ちょっと登録のない選手ではあります。低い弾道のキックオフ、20ヤード付近からリターン開始。早稲田大学リターナー11番の福島健太、40ヤードの手前でサイドライン割っています。サイドライン割った地点から早稲田大学の攻撃開始です。ボール自陣の38ヤード付近、早稲田大学ファーストアンテンです。クォーターバック変えてきました。12番の木村隆が出ています。ショットガンからハンドオフ。39番原へのハンドオフだったんですが、さほどゲインはありません。ファーストヒット66番はミョン・ジョンシンか。1ヤードをゲインしまして釜山大学次
失礼した。早稲田大学、次の攻撃は第2ダウン。ショットフォーメーションです。左右にレシーバーが2人ずつ、手前のスロット39番の原がモーションしていって、その原にボールを渡す。フェイクです。抜けてきます。敵陣入りました。40ヤード超えた。そのまま行ってしまうのか。タッチダウンセービングタックル、3番チョンドン、そうです、3番チョドンレのタッチダウンセービングタックル。しかし大きく減しました早稲田大学ビッグベアズ。敵陣の18ヤードまで進みまして、ファーストダウン獲得です。ボール敵陣の18ヤード地点、早稲田大学のファーストダウンです。アイフォーメーション、ハンドオフします。真ん中のランプレー、34番泉智彦へのハンドオフ。釜山大学校の33番コ・ジョンフンが止めています。セカンダンテン、テールバックにハンドオフ。ランニングバック39番は原弘明、タックル一つかわしてさらにゲイン、ファーストダウン取ってきました。ボールはゴール前4ヤード地点、早稲田大学のファーストダウン2ゴールです。両対テンド体系のアイフォーメーション、奥にレシーバーが1人、ハンドオフ抜けていきます。タッチダウン、ランニングバック34番泉智彦、4ヤードのタッチダウンランです。さあこの時点で得点は6対6の同点、早稲田大学トライ4ポイント決めれば逆転というところ。86番の佐藤俊樹がキッカーの位置、早稲田大学トライ4ポイントキックの構え。蹴りまして決まっています。早稲田大学タッチダウンとトライ4ポイントのキック成功で7点獲得、7対6と逆転に成功しております。第2クォーター前半残り時間は8分と39秒というところ、早稲田大学が1点をリードしています。得点に立ちました早稲田大学のキックオフで試合が再開されます。キッカー86番は佐藤俊樹、対します釜山大学校リターナーが2枚構えております。高い弾道のキック10ヤード付近からの2段階しは84番1つかわして30ヤード超えてきた。トライリターン35ヤード付近でサイドライン割っています。リターナー84番チョ・ヨンビン、釜山大学校の攻撃は自陣35ヤード付近からとなります。釜山大学校自陣36ヤード地点からの攻撃開始となります。ファーストダウンです。左サイド自分で走る、クォーターバック8番キムチャンスのランプレー、2ヤードほど減しています。釜山大学校第2ダウン、ファーストダウンまで残り8ヤード、
ットガンフォーメーションです。30番の選手を狙ったパスなんでしょうか。このパス不成功となっております。サードダウンです。 T フォーメーション、ファーストダウンまでは残り8ヤード。ハンドオフを来て自分で行くところ捕まえました。早稲田大学ディフェンスライン91番は早川翔吾。先ほどのプレー1ヤードのゲインにとどまっております。釜山大学ファーストダウンまで残り7ヤード、第4ダウンの攻撃と変わりました。釜山大学パントの構え、高く蹴り上げたパント、触った。早稲田大学の選手に当たって抑えたのはどちらだ。早稲田大学の選手が抑えているようです。攻撃権釜山大学から早稲田大学に移りました。前半残り時間6分と53秒得点7対6、早稲田大学が1点をリードしています。早稲田大学自陣34ヤード地点からの攻撃開始はファースト3点。右スロットナイフォーメーション、ハンドオフをフェイクして戻ってきた石場をヒット、タックルかわして敵陣入る。敵陣40ヤード付近までのゲイン。クォーターバック12番木村からのパスをキャッチしました。ワイドレシーバー16番は越塚健。大きくゲインしました早稲田大学のファーストダウンです。ボール敵陣40ヤード地点まで進めまして早稲田大学のファースト3点。オフセットのアイフォーメーションに構えました。テールバックにハンドオフ、内側へ切り返して20ヤード付近まで20ヤード近いゲインをしました。ランニングバック6番は藤井光成。ボール敵陣の20ヤード地点、早稲田大学の攻撃が続きます。早稲田大学ファースト3点。ハンドオフ、ランニングバック34番泉選手へのハンドオフ。4ヤードほどゲインしています。早稲田大学次の攻撃は第2ダウンセカンダウン6。体型レシーバーが左サイドへモーションハンドオフ、そして左サイド、その左サイドへ、しかしこれは捕まえました。釜山大学校54番ラインバッカー54番はチョ・ミュンギュ。
早稲田大学第3ダウンです。ファーストターンまで残り5ヤード。ハンドオフをフェイクしてサイドへロールアウト、パスを通します。そのままエンドゾーンへタッチダウン。早稲田大学89番タイトエンドの北村拓也へのパス通しましてタッチダウンです。16ヤードのタッチダウンパス通しています。そして早稲田大学のトライフォーポイント、86番の佐藤が構えます。キックの構え、キック蹴りまして決まっています。前半残り時間4分と13秒というところ、早稲田大学ビッグベアーズタッチダウンとトライフォーポイントのキック成功しまして7点追加、合計得点を14点としております。手に出しました早稲田大学のキックオフで試合再開です。86番佐藤がキックの構え、高く蹴り上げて5ヤードの外側からのリターン返し、先ほどいいリターンを一つ見せていますが、リターンはプサン大学校84番のチョン・ビョンヒ、30ヤード付近までリターンしました。釜山大学校自陣の31ヤード地点からの攻撃開始となります。ファースト10Tフォーメーション、引き続きクォーターバックが8番のキム・チャンス、ハンドオフ抜けてきた、ファースト取ったかどうかというところまで現してきました。ランニングバック38番キム・ジョンウ、ファースターには届いていないようです。9ヤードのゲインです。釜山大学校セカンドダウン、ハンドオフ、これはしかしゲインダイガフ、ランニングバック3番チョ・ドンレイのハンドオフ、しかしファールマーカーが出ています。スクリメージライン上、ファールマーカーが出ております。早稲田大学の選手に何か確認をしまして審判がホールディングをコール、攻撃側釜山大学のホールディングの反則で10ヤードの抜体となります。さあ下がった地点から釜山大学第2ダウンのやり直し、ファーストダウンまで残り11ヤードあります。ハンドオフをフェイクしてパス通した、パスキャッチ84番チョン・ビョンヒ、釜山大学校このプレーでファーストダウン取ってきました。ボールを自陣42ヤード地点まで進めまして釜山大学校のファーストダウンです。さあ前半残り時間が3分を切ってきています。釜山大学校ファーストダウン、ワンバックに直しましてハンドオフ、ハンドオフ、ランニングバック3番チョ・ドンレイへのハンドオフ、3ヤードゲインしています。ランプレーですので時計が回っていきます。前半残り時間2分10秒を切ろうかというところ、
釜山大学校セカンダーンファーストダウンまでは残り7ヤード、エンドゾーンまで55ヤードあります。スロットを左右入れ替えさせましてモーション、19番へハンドオフをフェイクしてパス、長いパス、これはインターセプト。早稲田大学36番田中良幸がインターセプトしてリターンしていきます。早稲田大学攻撃権奪い取りました。早稲田大学に攻撃権が移ります。ボールは敵陣の45ヤード地点までリターンされました。この地点から早稲田大学の攻撃開始、ファースト3点、前半の残り時間は1分と39秒です。ここでクォーターバック18番の内村が戻ってきています。左利きのクォーターバック、長いパス投げ込んで通した、パスキャッチ、ワイドレシーバー16番越塚健、30ヤードをゲインしています。敵陣の15ヤードまでボールを進めまして早稲田大学ファーストダウン獲得です。早稲田大学のファーストダウン点、ランニングバックへのパス通しました。パスキャッチ、ランニングバック34番泉智彦。さあノーハードルで攻撃進めます早稲田大学と、タイムアウトコール。じゃあ残り時間1分6秒というところで早稲田大学がタイムアウトをコールしています。試合が再開されます。早稲田大学敵陣の9ヤード地点までボールを進めています。次の攻撃第2弾、ファーストダウンまで残り4ヤードとなっています。ハンドオフ抜けていきます。ランニングバック34番泉のタッチダウンラン、9ヤードのタッチダウンランです。早稲田大学、そしてトライ4ポイント、86番の佐藤俊樹がキックの構えです。トライ4ポイント、キック蹴りましてこのキック決まっています。前半残り時間59秒というところ、早稲田大学ビッグベアーズ、ランニングバック34番泉のタッチダウンランとトライ4ポイントのキック成功で合計得点21点としております。前半の残り時間は59秒、得点しました早稲田大学のキックオフで試合が再開されます。16番佐藤俊樹のキックオフ、リターナーは今度は19番のキム・ユンファンでした。これも30ヤード付近までリターンしてきています。前半の残り時間52秒というところ、釜山大学校ファーストダウン点です。ピッチプレー、ランニングバック3番のチョウドンレイボールをピッチしています。
1ヤードゲインしたかどうかというところ、あるいはノーゲインか。ランプレーでしたので時計が回っていきます。前半残り時間は30秒を切っています。パスの構え、パス通した、パスキャッチ84番チョン・ビョンヒ、ファーストダウン取ったところでプサン大学タイムアウトをコールしました。前半残り時間11秒、時計を止めるためのタイムアウトをコール、プサン大学のタイムアウト残り1つとなっています。タイムアウトが明けまして試合が再開されます。プサン大学自陣44ヤード地点からのファースト3点、前半の残り時間は11秒、もうこれが最後のプレー、あるいはもう1プレーできるかというところ。プサン大学校のファースト3点、左サイドパス通しました、取ってサイドラインに出るプレー、パスキャッチワイドレシーバー19番キム・ユンファン、再びファーストダウン取ってきました。サイドライン出ましたので時計が止まっています。残り5秒というところ、三大学校敵陣の43ヤード地点からのファーストダウン点、レシーバーがモーションしていきます、外へ戻ってハンドオフを2つフェイクして長いパス、ディフェンスバックの頭の上越えていきます、パス不成功です。ここで第2クォーター、前半戦が終了いたしました。第1回日韓親善交流試合、早稲田大学対釜山大学校の試合、前半終了いたしまして21対6で早稲田大学がリードをしております。これよりハーフタイムに入っております。早稲田大学ビッグベアーズ対釜山大学校イーグルス、第1回日韓親善交流試合、試合はこれより第3クォーター後半戦に入ります。前半を終了いたしまして得点は21対6、リターンチームエンジのジャージ早稲田大学がリードをしております。後半戦は釜山大学校のキックオフ、早稲田大学のレシーブで開始されます。30番のキックオフで試合第3クォーター後半戦の開始、サイドライン割りましてファールマーカーが出ました。フリーキックのアウトオブバウンズの反則でしょう、蹴り直しというコールのようです。釜山大学校5ヤード下がってキックオフをやり直しということになります。キッカー30番チャン・ボンヨンでしょうか、12番登録なんですが30番のジャージを着用しています。チャン・ボンヨンのキックオフで第3クォーターの開始です。低い弾道のキックオフ、20ヤード付近から2段開始、抜けた、敵陣が入ります、30ヤード超えて20ヤード、そのままキックオフリターンタッチダウンになるのか、キックオフリターンタッチダウンです。6番藤井光成80ヤードのキックオフリターンタッチダウン、早稲田大学ビッグバーズ後半最初のプレーいきなり得点を挙げました。6番藤井光成のキックオフリターンタッチダウン、そしてトライ4ポイント、86番の佐藤俊樹が出てきています。キック蹴りまして決まっています。
早稲田大学ビッグベアーズ6番藤井光成のキックオフリターンタッチダウンとトライ4ポイントのキック成功で7点追加、合計得点を28点としています。早稲田大学対プサン大学の試合、早稲田大学ランニングバック6番藤井のキックオフリターンタッチダウンで7点を追加しまして、合計得点を28点としています。得点しました早稲田大学のキックオフで試合が再開されます。86番佐藤のキックオフ、高く蹴り上げて15ヤード付近から2段返し、内側へかわして40ヤード超えたあたりまで、これはいいリターンになりました。リターナー84番はチョン・ビョンヒ。プサン大学後半最初の攻撃は自陣44ヤード付近からとなります。プサン大学校自陣44ヤード地点から後半最初の攻撃開始です。クォーターバック引き続き8番のキム・チャンス、アイフォーメーションに構えました。ハンドオフ抜けてきます、敵陣入ったところまで。ボールキャリアランニングバック28番オ・ジギル、三大学校6ヤードをゲイン、敵陣入ったところで第2ダウン、ファーストダウンまで残り4ヤードです。キーフォーメーション左右にプレーを確認しまして、プレー開始、左サイドのパス、パスは不成功です。パスターゲット19番のキム・ユンファンでした。元の地点から三大学第3ダウンと変わります。ファーストダウンまで残り4ヤード、マック体系広い方、右サイドのレシーバーが3人構えています。ちょっとプレーが決まりきらないか、プレークロックが回っています。残り3秒、ハイタイムが始めた、タイトエンドのパス不成功、ちょっとボールが手につきませんでした。1番内側のレシーバー84番チョン・ビョンヒへのパスだったんですが、このパスは不成功です。元の地点で三大学第4弾の攻撃と変わります。第4弾パントの構え、12番30番のチャン・ボンヨンのパント、フェアキャッチ、ちょっとボールこぼしかけた。なんとか抑えまして、ボール攻撃権早稲田大学に移ります。早稲田大学次の攻撃は自陣の22ヤード地点から、早稲田大学対プサン大学校第1回日韓親善交流試合、攻撃権は早稲田大学に移りました。28対6、22点をリードします早稲田大学の攻撃、自陣の22ヤード地点からのファーストダウン点です。クォーターバック12番の木村隆、スローバック、パス成功、チャシ取ったところタックルだ。54番チョ・ミンギュのタックルです。1ヤードあるいは1ヤードのロスか。パスキャッチ、ワイドレシーバー11番は福島健太でした。早稲田大学ビッグベアーズ
1ヤード下がって次の攻撃第2ダウンの早稲田大学セカンダンイレブンです。右スロットアイフォーメーションに構えまして早稲田大学のセカンダン右サイド横へのパスこれは不成功。取ってから走らせようというプレーなんですがこのパスは不成功です。パスターゲットワイドレシーバー81番の吉田智康。早稲田大学元の地点からの第3ダウンファーストダウンまで残り11ヤード。ショットフォーメーションです。左右にレシーバーが2人ずつ12番木村がスナップ受けてスコダはサック捕まりました。後ろからサックしました釜山大学校イーグルス57番ですね。キム・ドクスディフェンスラインのタックル。下がった地点から早稲田大学第4ダウンを行います。86番佐藤がパンターの位置早稲田大学パントフォーメーション。パント蹴りました。蹴り上げたボール釜山大学校リターナーは2枚30番のチャン・ボンヨンがリターンしたところ攻撃権は早稲田大学から釜山大学校へ移ります。釜山大学校敵陣の45ヤード地点からの攻撃開始となります。ファーストダウン ハンドオフ28番のオジェギルへのハンドオフ5ヤードほどゲインしていますがここで釜山大学負傷者のためのタイムアウトです。釜山大学第2ダウンです。ファーストダウンまで残り6ヤード。ハンドオフをフェイクして自分で行く。クォーターバック8番キムチャンスのランプレー。これも4ヤードほどゲインしています。釜山大学3回目の攻撃サードダウン。ファーストダウンまで残り2ヤードです。ワンバック体系左右にレシーバーが2人ずつハンドオフしている。しかしこれは捕まった。タックル早稲田大学98番ディフェンスラインの鈴木啓司のタックル。ボールキャリアは28番のオジギルでした。2ヤード残して第4ダウンと変わります。釜山大学校30番のチャン・ボンヨンが下がっていきました。パントの構え。パント高く蹴り上げた。転がっていきます。10ヤードの内側まで転がりましてプレー終了。攻撃権は早稲田大学に移ります。早稲田大学対釜山大学校の試合28対6と早稲田大学がリードをしております。早稲田大学自陣8ヤード地点からの攻撃開始。クォーターバック引き続き12番の木村ハンドオフ抜けてきます。
30ヤード超えた35ヤード超えて40ヤードの手前までランニングバック30番向山雄志のランプレー、釜山大学校の30番チャンボンヨンが止めています。先ほどのプレー32ヤードのゲイン、早稲田大学ファーストダウンの獲得です。早稲田大学のファーストダウン点ショットガンフォーメーション、レシーバー左サイドに3人、内側のパス通した、パスキャッチ11番の福島がそのまま抜けていく、エンドゾーンの目前、これも止めました。30番はチャンボンヨンでした。しかし早稲田大学一気にゴール前まで進みまして、ファーストダウン59ヤードのロングパス、さあ自陣8ヤード地点から2プレーで敵陣の1ヤード地点まで進んできました早稲田大学。早稲田大学のファーストダウン2ゴール、エンドゾーンまでは1ヤード、両対戦のアイフォーメーションに構えてテールバックにハンドオフ、そのまま真ん中を突っ込んでタッチダウンです。ランニングバック6番藤井光成のタッチダウン、早稲田大学タッチダウンのそのトライフォーポイント、追加点狙います。キッカー変わりましたね、17番森翔平選手が出てきています。トライフォーポイントのキック不成功、左にそれた、しかし早稲田大学ビッグバーズランニングバック6番藤井選手のタッチダウンラン、6点を追加しまして合計得点34点としています。第3クォーターおよそ半分、5分59秒が経過したところ、得点34対6、早稲田大学が28点をリードしています。得点しました早稲田大学のキックオフで試合再開、キッカーは86番の佐藤俊樹です。高い弾道のキックオフ、5ヤードの内側からに展開し、これはカバーチームが集まり早かった、リターナー19番のキム・ユンファンのリターンでした。16ヤード付近までリターンとなっています。釜山大学校自陣16ヤード地点からの攻撃開始です。ファースト点ハンドオフ、早いタイミングのランプレー、ボールキャリア、ランニングバック28番はオージェギル、2ヤードをゲインしています。釜山大学校の第2弾、ファーストダウンまでは残り8ヤードです。ピッチをフェイクしてパス通しました、失礼しました、こぼれているようです。パスターゲット30番のチャンボンヨンだったんですが、早稲田大学32番のラインバッカー西尾健一のパスカバー、パス不成功という形になっています。釜山大学校元の地点からの第3ダウン、ファーストダウンまでは残り8ヤードです。
ショットガンフォーメーションに構えます。左右にレシーバーが2人ずつ。パス通した。パスキャッチ84番のチョン・ビョンヒです。ファーストダウンを取っています釜山大学です。先ほどのプレーでファーストダウンを獲得しています釜山大学。30ヤード地点からのファーストダウン点、モーションしていってハンドオフ、モーションしていきました。ワイドレシーバー19番のキム・ユンファンにボールを渡しました。3ヤードほどゲインしています。釜山大学校、次の攻撃第2ダウンです。ファーストダウンまで残り7ヤード。マック体系から左サイドのパス、19番キム・ユンファンへのパスだったんですが、このパスは不成功です。パスは不成功。釜山大学校元の地点からのサーダウン、ファーストダウンまで残り8ヤード。ハンドオフをフェイクしてロールアウト、縦へ行けというシグナルなんですが、その手前パスは不成功。あわやインターセプトというプレー。早稲田大学の14番は関幸太郎でした。釜山大学校ファーストダウンまで8ヤード残ってパントの構え。パンター30番のチャン・ボンヨンが出ています。パント蹴り上げます。高い弾道のパント、転がったところを抑えましてプレー終了。残り時間3分33秒というところ、攻撃権早稲田大学に移ります。早稲田大学自陣37ヤード地点からのファーストダウン。引き続きクォーターバック12番の木村、ハンドオフします。ランニングバック6番の藤井、後半2つのタッチダウンを上げています藤井選手。このプレー8ヤードをゲインしています。早稲田大学次の攻撃は第2ダウン、セカンドダウン2。ハンドオフ、血を抜けてきます。ランニングバック34番は泉智彦、早稲田大学敵陣へ侵入、ファーストダウン獲得です。ボール敵陣41ヤード地点まで進めました。早稲田大学ファーストダウン獲得です。オフセットのアイフォーメーション、テールバックにハンドオフ、6番藤井選手へのハンドオフ、これはさほどの原因ありません。早稲田大学セカンドラインハンドオフ、
34番の泉選手、左のオフガード付近につきまして1ヤード出たかどうかというところ。早稲田大学第3ダウン、ファーストダウンまで残り8ヤードあります。スナップ受けましてスクランブルに出た、自分でサイズライン出まして時計を止めます。ファーストダウン取っています。早稲田大学ビッグアーズクォーターバック12番木村のスクランブルでファーストダウン、敵陣の28ヤード地点までボールを進めています。早稲田大学ビッグバーズ、ランニングバック6番藤井へのハンドオフ、5ヤードあるいは6ヤード減したかというところ。早稲田大学次の攻撃第2弾です。残り4ヤード、タイムアウトをコールしました早稲田大学。プレイクロックがゼロになる直前、早稲田大学後半1回目のタイムアウトをコールしています。タイムアウト明けまして試合が再開されます。早稲田大学セカンドダウン4、モーションしていってその下にハンドオフ、34番泉にハンドオフ、ファーストダウン取ったかどうかというところでサイドライン割っています。ファーストダウン取ってますね。ランニングバック34番泉のランプレーでファーストダウン獲得しました早稲田大学。18ヤード地点からのファースト点というところで長い笛が鳴りまして第3クォーターが終了しています。早稲田大学ビッグバーズ対プサン大学イーグルス、第1回日韓親善交流試合第3クォーターを終了いたしまして得点34対6と早稲田大学がリードをしております。第4クォーターが開始されます。早稲田大学対釜山大学校の試合、攻撃側早稲田大学敵陣の17ヤード地点からのファーストダウン点、ハンドオフ、ランニングバック30番向山雄志へのハンドオフ、3ヤードほど減しています。早稲田大学セカンドダウンセブン、右スロットのライフォーメーション、内側へモーションしてきましてハンドオフをフェイク、木村がロールアウトしてパス投げたエンドゾーンの中、レシーバーいるぞ、取ったがエンドゾーンの外、パスキャッチ、ワイドレシーバー81番は金田智康、エンドゾーンの手前でパスキャッチ、ゴール前1ヤード地点でファーストダウン獲得です早稲田大学ビッグバーズ。早稲田大学のファーストダウン2ゴールです。
ハンドオフ。左サイド。タッチダウンです。ランニングワーク34番。泉智彦。1ヤードのタッチダウンラン。さあ、そして早稲田大学トライフォーポイントです。17番森翔平選手がキッカーの位置。先ほど1本トライフォーポイントを外していますが、このプレーどうでしょう。早稲田大学トライフォーポイント、キック切りまして、このキックは決まっています。早稲田大学ビッグバーズ、試合残り時間10分30秒というところ、タッチダウンとトライフォーポイントのキック成功で7点追加、合計得点を41点としております。早稲田大学ビッグベアーズ対プサン大学イーグルス、第1回日韓親善交流試合、得点は41対6、エンジのジャージ早稲田大学がリードをしております。得点しました早稲田大学のキックオフで試合再開。キッカー86番は佐藤俊樹。佐藤のキックオフ抜けてきた。30ヤード超えて35ヤードの手前まで、釜山大学のリターナー19番、キム・ユンファンです。34ヤードまでのリターン。釜山大学校自陣33ヤード地点からの攻撃開始です。ファースト10。ワンバック体系、左サイドにレシーバーを3人集めています。そしてレシーバーが1人モーションしていきます。フルバックの位置にハンドオフをフェイクしてロールアウト、通しレシーバー空いているんですがパス不成功。パスターゲットワイドレシーバー30番チャンボンヨンだったんですが、このパスは不成功。釜山大学校元の地点からのセカンダンテンと変わります。ドロップバックから自分で真ん中、クォーターバック8番キムチャンスのランプレー。このプレー7ヤードを減しています。釜山大学校次の攻撃第3ダウン、ファーストアンバーで残り3ヤードです。芝がモーションしてきまして、とスクリーン、ちょっとプレーが乱れましたでしょうか。ランニングバック3番チョドンレイのスクリーンパス狙ったんですが、このパスは不成功です。選手の入れ替わりがよくわからない感じ。第4ダウンパントですね。チャンボンヨンがパントの位置下がっています。
とディレイオブゲームでしょう。スナップがパンターではなくてクォーターバックの位置、キムチャンスに出たんですがその前に笛、ディレイオブゲームの反則、5ヤード下がっての第4ダウンのやり直しとなっています。これはパント、三大学校30番チャンボンヨンのパントでした。早稲田大学リターナーは11番の福島健太、攻撃権早稲田大学に移ります。早稲田大学自陣34ヤード地点からの攻撃開始となります。ファーストアンテン、ワンバック体系です。クォーターバックが5番の佐藤雅也に変わっています。そうファールマーカー、オフェンスの選手がちょっと先に動いてしまったでしょうか。フォルスタート、オフェンス61番5ヤード抜退してファーストアンテン、攻撃は早稲田大学のフォルススタート、5ヤード下がりまして第1弾の攻撃やり直します。下がった地点から第1弾、次のファーストダウンまで残り15ヤード、ハンドオフ、真ん中のランプレー、ランニングバックは42番の山川圭介、タレバのプレー9ヤードほどゲインしています。早稲田次の攻撃第2弾、ファーストアンバーで残り6ヤード、2バイ2ショットガンフォーメーションに構えています。いや、長いパス通した、敵陣の40ヤードの内側ファーストダウン取ってきました。早稲田大学パスキャッチ、ワイドレシーバー11番の福島健太、クォーターバック5番佐藤雅也からのパスをキャッチしています。早稲田大学ビッグバーズファーストダウン獲得、ボール敵陣の39ヤード地点まで進めます。早稲田大学のファーストダウン点、右スロットのアイフォーメーション、テールバックにハンドオフ、ボールキャリアランニングバック6番は藤井光成、9ヤードをゲインしています。早稲田大学敵陣30ヤード地点でのセカンダウンです。真ん中のランプレー、ファーストダウンは取ってきました。ボールキャリアランニングバック42番の山川圭介、ボール敵陣の29ヤード地点、早稲田大学のファーストダウン点、ハンドオフをベイクして右サイドへロールアウトしていきます。おっとこれはインターセプトか、ちょっとどうでしょう、どうでしょう、ちょっと今確認をしていますが、でもボールをあそこに置いたということはインターセプトなんでしょうか。審判団がプレーの確認を行っています。ハ
インターセプト。釜山大学は84番チョン・ビョンヒのパスインターセプト。攻撃権釜山大学校に移ります。釜山大学校自陣の18ヤード地点からの攻撃開始ということになります。ファーストアンテン、ハンドオフ、ランニングバック3番チョドンレ、中央のランプレー1ヤード出たかどうかというところです。釜山大学校セカンダンテン、右サイドでレシーバーが3人構えています。その右サイド一番外のレシーバーにパス通しました。取ってから走らせるプレーなんですが、ここはタックル。早稲田大学ビッグバーズ48番はディフェンスバックの宮澤幸寛でした。釜山大学校第3弾ファーストダウンまで残り6ヤード。枠体系からパスの構え、プレッシャー一つかわして通した、パス成功です。パスキャッチ84番はチョン・ビョンヒ、ファーストダウン取っています。釜山大学校ボール自陣31ヤード地点まで進めました。釜山大学校ファーストアンテン、スクリーンパス通ってファーストアン取ってきています。クォーターバック8番キムチャンスからランニングバック3番チョ・ドンレイのパス成功、ファーストダウン取ってきました。ボールを自陣43ヤード地点まで進めまして、釜山大学校のファーストダウン点。試合の残り時間は4分と40秒を切ると切ったところ、釜山大学校ファーストダウン点。ピッチプレー、左サイドへのピッチプレー。ボールキャリア3番チョ・ドンレなんですが、さほど原因はありません。1ヤードあるいは2ヤード出たかどうかというところ。釜山大学校セカンダーエイト、ハンドオフ、モーションしてきた84番チョン・ミョンヒ、ハンドオフ受けました。そのままパス投げたんですが、このパスは不成功です。パスは不成功。釜山大学校元の地点からサーダウン、ファーストダウンまで残り8ヤード。ハンドオフをできてパス、パスは不成功、しかしファールマーカー出ています。
反則が発生しているようです。反則が発生しているようです。クォーターバック8番キムチャンス、早稲田大学のディフェンスライン91番早川のプレッシャーを受けながらよくパス投げました。守備側早稲田大学のパスインターフェアレンスの反則を誘いましてファーストダウン更新です。釜山大学敵陣入ります。敵陣の40ヤード地点からのファーストアンテンということになります。試合の残り時間は3分と30秒。釜山大学校敵陣40ヤード地点までボールを進めました。ファーストアンテンです。ハンドオフをフェイクしてパス通した20ヤードの内側まで21ヤード2ヤードほどのゲイン。パスキャッチ30番チャン・ボンヨン。ボール敵陣の19ヤード地点まで進んでいます。釜山大学校のファーストアンテン。ピッチをフェイクしてパス、このパスは不成功。パス不成功、元の地点からのセカンドアンテン。試合の残り時間は3分を切ってきました。試合の残り時間2分55秒。釜山大学校敵陣19ヤード地点からのセカンドアンテン。自分で行く、一つかわして右サイドへ5ヤード付近まで進めました。ファーストダウンは取っています。クォーターバック8番キムチャンスのスクランブル。釜山大学校ファーストダウン取っています。釜山大学校ファーストダウン2ゴール。エンドゾーンまで残り6ヤードです。狭い方右サイドにレシーバー3人集めました。下ハンドオフ38番キム・ジョンウ中央のランプレー1ヤードをゲインしました。釜山大学校第2ダウンエンドゾーンまで残り5ヤード。左タイトルに置きます。アイフォーメーション。テールバックへのハンドオフ、フェイクしてパス。取ってます。弾いたボール、抑えキャッチしました。パスキャッチ84番チョン・ビョンヒ。釜山大学、試合の残り時間1分36秒、タッチダウンを上げています。さあ、そして釜山大学校トライ4ポイント数ポイントコンバージョン狙ってきました。両対点体系のアイフォーメーション、ハンドオフ、真ん中のランそれは届かない。数ポイントコンバージョンは不成功です。しかし釜山大学イーグルス、試合の工事が1分36秒、タッチダウンによりまして6点追加、合計得点12点としております。
さあ得点しましたプサン大学校のキックオフで試合再開なんですが、オンサイドキックの構えなんでしょうか。早稲田大学も前に選手を集めます。オンサイドキックいない方、左サイド、これはうまい。サイドライン割ってしまいました。早稲田大学の選手に当たってサイドライン割っています。割ったところから早稲田大学の攻撃ということになります。オンサイドキックは不成功。早稲田大学のファースト点50ヤード地点からクォーターバック12番の木村、ランニングバックへのパスを通します。そしてサイドライン割ります。ランニングバック34番泉智彦へのパス成功。サイドライン出た後にタックルいってしまったという判定でしょうか。ファウルマーカーがサイドライン際落ちています。レシーバーの前ブロックした選手にホールディングの反則があったようです。攻撃側は早稲田大学ホールディングの反則で10ヤードのバッタイ下がった地点から第1弾をやり直します。ボールは50ヤード地点に置かれました。早稲田大学ファーストターンやり直し、次のファーストターンまで残り10ヤード。ショットフォーメーション、レシーバーが1人右サイドへモーションしていきます。釜山大学をプレッシャーをかける構え、ブリッツ入った。その裏スクリーンパス通していきます。34番泉のレシーブそのまま大きく減したんですが、もう1回ファウルマーカー。47ヤード付近敵陣入ったところにファウルマーカーが出ています。これも攻撃側早稲田大学のホールディングの反則。反則のあった地点から10ヤードのバッタイとなります。ボール自陣43ヤード地点まで下げられてしまいました。下がった地点から早稲田大学ファーストダウンのやり直し、次のファーストダウンまで残り17ヤード。フォーメーション左右にレシーバーが2人ずつ構えます。早稲田大学ファーストアンロング、プレッシャーかかる、後ろから捕まえました。三大学校81番はディフェンスラインキム・スンギョム。3ヤード下がってセカンドアンロング、ファーストアンバーに残り20ヤードあります。ノーハドルで攻撃進めます。早稲田大学長いパス通した、パスキャッチワイドレシーバー16番越塚健、ロングゲインで早稲田大学ファーストダウンです。ここで早稲田大学後半2つ目のタイムアウトをコールしました。試合残り時間19秒というところで時計が止まっています。5番は佐藤さん、そうなんですけどね。どこにどういうあれなのか。さあタイムアウト明けまして試合が再開されます。
ボールは敵陣の25ヤード地点、早稲田大学のファースト点。ショットフォーメーション、サイにレシーバーが2人ずつ。左サイド、左奥。このパスは不成功。パスカバー、釜山大学校、ディフェンスバック30番、チャン・ボンヨン。パスターゲットになりました。ワイドレシーバー11番は福島健太、早稲田大学。元の地点からセカンドアンド2ゴール。試合残り時間12秒というところからの早稲田大学。右サイドのレシーバーが3人集まっています。プレッシャーかかる。サック。三大学校54番ショウ・ミョン・ニンギュのクォーターバックサック。下がった地点、早稲田大学3つ目のタイムアウトをコールしました。試合の5時間3秒。次のプレーがラストプレーということになるでしょう。大きく下がった地点からのサーダウン、56ヤードのフィールドゴールトライということになります。お、距離はある。さすがに短いか。不成功。ここで試合が終了しました。早稲田大学対釜山大学校第1回日韓親善交流試合、ファイナルスコアは41対12、41対12で早稲田大学ビッグベアーズが勝利を収めております。ファイナルスコア41対12、41対12で早稲田大学が勝利をいたしましたという試合、東京調布市のアミノバイタルフィールドで行われました。この試合、フットボールTVでお送りをいたしました。